今日はですね、プロレスリング柴田について語りたいと思いますね。はい。あの方はですね、本当なんかワイルドでですね、なんか、おとじゃさんがね、おとじゃさんが、ああいう風なね、人かなと思ったんですけど、ね、なんか違いましたね、なんかね。やっぱり、レスリング、プロレスラーの方なんですね。で、チェーンソーを持って家を、ドアを破壊したり、ね、あと、どうも柴田でーすって、相手をこうおちょくるようなですね、発言とか、結構しますけど、パフォーマンスとしてはですね、すごくよろしいんではないでしょうかね。自分は柴田さんの動画っていうのはやっぱ焼肉っていうところが一番合いますね。なんかね、そう。焼肉食ったり、サンチュをね、こうつまんだりですね、ビールを飲んだり。やっぱりあれがね、結構、前より普通の動画上げて、上げるとね、普通のもう、すごいもう青年ですよね。うん。で、本当にこう、牛角行きたくなりますね、牛角とか。まあ、安楽亭でもいいけど。あとね、叙々苑なんか東京にありますけど高いですね。食べ放題のハラミを責めるとかね、そんなのいいですよね。ハラミは好きですね。ハラミは熱くてね、食べやすいし。で、すごいよね。デリヘル呼んだり、ピンポンダッシュじゃないけど。なんかすごいなんか、こう、YouTuber の中の演技ものというかね、こう、本当にカメラをうまく使ってる。カメラをそんなうまくこなせてないんだけど、なんかこう、伝わってくるね、ものがありますよね、なんか。まさに本物の YouTuber だと思います。プロレスラーだけに。演技だからね。なんかこう、で、真面目な時は真面目だし、土手の上でね、座って一人でこう、誰かを語ったりですね。なんか自由でね、なんか、こう、本当に、誰もが憧れる。そういうプロレスラーではないでしょうかね。まあ、でもよくディスったりとか、やっぱディスリーって言えばあの方ですよね。一時2002年にキックザカンクラのクレバとかね、ディスってた、キングギドラ、ジブラとかですね。今ではハンワカとか。まあ、おそらくハンワカっていうのはキックザカンクラをディスる権利はないんですけれども、若気の至りでですね、こう、言ってしまうことはあると思うんですね。もちろん、キックザカンクラの方が実力は上ですね、全然もう。もう今の曲を聴いてみてもわかりますし、昔の曲を聴いてみてもわかります。ディスる側っていうのはちょっと踊ってるからディスるんですよね。反省しなくてはいけません。まあ、キックの大人ってことでしたね。今も昔もね。まあ、実に、あんまり話すことはないんですね。完璧すぎてて。でもなんか、あのやり方はずっと続く感じがするんですよ。YouTuber の中でも。プロレスリング柴田さんのやり方っていうのは。演技ですから。演技っていうのは永遠にできるもので。プロレスってもそうでしょう。やっぱりプロ野球選手の平均引退年齢って50、絶対いかない。珍しいよね。山本昌大、工藤さんとか。あんな近くまで。あと、ねえ。バレーボールなんかはもう30ぐらいが平均だし、早いですよね。その前28ぐらいから。でもプロレスラーっていうのは天竜とかさんとかね、まだ65ぐらいまでは全然、今ね、もうバリバリ働いて、だけね。でも、もう普通の、あれふうにできるし。で、ヒカキンさんなんかはああいうふうに、
もう職員デビューが尽きてくる、尽きないと思いますけど、なんかこう最近もなんかこう、あれちょっとネタがちょっとなくなってきちゃったのかな、なんか薄なくなってはきてないんだけど、なんか薄くなってきたかなっていうのを感じますね。まあ、人気は相変わらずあるんですけど、なんかあれですよね、もう皆さんプロですからね。プロっていうのはこうね、視聴者さんを悲しませてはいけないという義務があります。責任もありますし、それが職業になったわけですからね。プレッシャーもあると思いますね、ある程度。自分にも、そして周りにも、見てる人にもですね、プレッシャーですね。ちょっとね、起きたてなんですよね、今ね。やっぱり、柴田さんの言ってたことで一番僕が、同感する言葉が一つだけあるんですけど、いじめる方もいじめられる方も悪いっていうのを昔言っててですね、逆にいじめられる方のが悪いっていうのは僕も同感ですね。やっぱり原因があるし、弱いからですよね、多分弱いから、で、手段は考えろっていう言葉ですね。手段はいくらでもあると、変えなくちゃいけないですね。だから、なんだろう、めっちゃ低いわ。